ハリー・シドンズ・モーブレーは、アメリカ合衆国の画家である。装飾画や、オリエンタリズムの絵画で知られる。エジプトのアレクサンドリアで、イギリス人の両親のもとに生まれたが、父親のジョン・シドンズは、モーブレーが1歳の時熱病で没死し、母親とアメリカに移った。5歳の時母親も、事故で亡くなり、母親の妹とその夫、ジョージ・モーブレーの養子となって、 マサチューセッツ州のノース・アダムズで育った。陸軍士官学校で1年間学んだ後、画家になるために1879年にパリに渡り、レオン・ボナに学んだ。1883年にローマに旅し、イタリアの巨匠の作品に学んだ。1888年にニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインに出展した。作品は賞を受賞した。 1891年には、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの正会員に選ばれた。1896年に、アメリカに戻り、その年、アメリカ芸術家協会の会員になった。アメリカに戻ってからは、装飾画で知られ、高素裁判所や FW ・バンダービルト邸、モルガン・ライブラリーなどの壁画、天井画を描いた。1901年頃から、 アートスチューデンツリーグオブニューヨークで教えた。1902年から1904年の間、ローマのザイローマアメリカアカデミーの校長を務めた。モーブレーの教えた学生には、フローレンスゴトホールドやクララ・マクチェスニーがいる。ありがとうございます。